ははいいこんにちは占い評論家の岡田ですえ今日はですね簡単にあの仮想のポイントをまとめておきますといいますかちょっと避けたいパターンですね。玄関が暗い玄関の面積が狭い台所に強い西日が入る風呂の換気が良くない寝室の風通しが悪いベッドを置く位置の下に火や水がある。 やの南や東に押入れがある、まあ、こういったところがよく、ね、避けなくてはいけないというふうに言われているパターンです、まあ、ただですねまあ究極的には水回りそして換気を良くする、えー、そして玄関をきれいにするこの辺りがポイントになるかと思いますんで、えー、竜がねもともとは、えー、入る入らないっていうのがポイントになってますもう少し言うと鬼門遁骨そして風水 その技をいろいろと組み合わせな気学という風になっているわけです。え基本は、えー、水回りと玄関換気ということになりますのでそこを気をつけていただければ、えー、まあ言うのではないかと思います、はい。では今日はこのぐらいにしたいと思います。